海と日本プロジェクト。小さい頃住んでおりましたところは海がありませんでしたから、年に1回ぐらいしかこう海の方に行く機会がありませんでした。水平線という、そういうところをこう見た時に、地球の上に住んでいるんだということを改めてこう感じた子供の頃に、そういう記憶があります。寒河江市は、母なる川、小上川、それから清流寒河江川に囲まれたところで、米、さくらんぼなどの農産物が大変取れる地域であります。また清流寒河江川には鮎という地域資源がありましてですね、我々はそういう恩恵によくしているところであります。寒河江市では市の環境基本計画というものを作っておりまして、それに基づいて最上川水系の環境保全を重点的に取り組んでいるところであります。具体的には市民の皆さんから参加をしていただいて、河川の一斉清掃、さらには最上川の河川空間を積極的に活用するという目的で、最上川フェスタなどの事業を多彩に展開しております。この海と日本プロジェクトを契機として環境保全の意識をさらに向上させていかなければならないというふうに思っておりますし、また豊かな森や川を守っていくことは海の守ることにもつながっていくという機運をさらに高めていきたいというふうに思っております。この海と日本プロジェクトを契機として山、森、川の環境保全のさらなる推進が図られますとともに、環境保全に関わる皆さんのネットワークが一層拡大されますことを心から強く期待しております。海と日本。